こんにちは、速報健康なの時間です。今日はですね、肋骨や肋間の動きをつける方法を紹介したいと思います。まずはこのように横向きに寝て、足は軽く曲げてください。そして半円を描くように腕を上げていきます。次に下の手で、手首をつかんで、上体を肩から後ろへねじるようにゆっくり倒します。この時に足腰は動かさずに、肋骨の下をねじるようにします。腕は固定して角度を変えないです。次に上体を倒しながら、その重さを利用して肋骨を広げるように上体を曲げていきます。曲げている途中で硬いところがあったら腰を少しだけ下げて調整します。上体をねじりながら倒して、下半身を倒し C の字型を作っていきます。で、肋間が伸びているのを感じたら10秒キープ。この時に肩が浮かないように注意してください。10秒後、肋骨のところだけ力を抜いてください。で、反対側も同様に行ってください。終了後、下腹部に大きな呼吸が入って胸が張る感覚があれば OK です。簡単なんで、ぜひやってみてください。以上、川越とペイ先生がお送りしました。では。